はい、今週も始まりましたザ・レスポンスポッドキャストナビゲーターの高木です。今日はですね、引き続き先週に引き続き西野とお送りしていきたいなと、思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、前振りがね、先週に、まあ、続きは来週でみたいなのがあったと思うんですけど、はい、何話す予定でしたっけ。なんかね、すげえハードル上げて終わった気がするそうですね、刺さるメッセージのやり方を教えますみたいな感じで終わりましたね、うん、終わったね。そうですよね。でそれを今日話すと、でね、自分の中でこう考えたの、はい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 、どういうちゃんとした話でいけば、はい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 、もしかしたらあんま中身ないかもしれない。なるほどね煽っただけみたいな。煽っただけカットした後に、実はもしかしたらちょっと違うかもしれないって言ってたんだけど、はいはい、勢いで切ってしまった、切っちゃったから、ちょっとごめんみたいな楽しみにしてた人はすいませんと、すいませんかもしれないし、はい、かもしれないってことですね。まあ、それを発見をするかもしれない。そうそうそう、なんていうかな、本当にさ、はい、なんていうか、わかんないじゃん、この話、まあまあ、受けの話って、そうですね、受けるか、受けないか、受けないそうですね、まあ、受けるように持っていくっていうことですね。そうそう、持っていかないと、やっぱポッドキャストなんで、何がポッドキャストかちょっとよくわかんないですけど、そうそうそうまあちょっと本題というかね、うん、まあ、先週、売れるメッセージというか、まあ、突き刺さるようにするにはどうしたらいいんだろうかみたいなのを、うん、今週は、まあ、お伝えするという話だったんですけど、うん、まあ、実際どういう話、どんな感じですか。振り方難しい。難しい。どう振ったり、まあ、わかんないですけど、うん、どうぞ。はい。まあ、ちょっとさっきの話、まあ、前回の話も、はい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 、そのまあ売り方というかさ、どうすればっていう、うんうんうん、これさえあればっていう、こうやって作る話じゃん。はいはい、で、まあ、ちょっとさっきちらっとさ、まあ、話したことに、ことで、なんかよくお客さんから、はい、なんとなくうまくいってるっていうケースがあるでしょ。はい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 、はい、なんとなくうまくいってる、はいはい、ありますね。まあよかったじゃんって話だからさ、はい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 、うまくいってんだったらね、うんうん、だけどやっぱそのなんとなく感ってすごい怖いわけじゃん。うん、そうですね。これなんでだろうみたいな、うん、っていうのって、実はポイント3つあるんだよ。おお、なるほど、うん、はい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 。いやまあすごいシンプルな話よ、うんうんうん、ポイント3つは、まあ、それ明確にするっていうポイントね。はいはい、要は誰に何を売ってるか、うんうん、まあ、この2つあると、はいはいはい、でじゃあそれをなんで買ってんのかっていう理由だよね、あお客さんが、はははは、うん、誰に何をなんで買ってるか、そう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 、はははは、これをやれば、なんとなくうまくいってる、なんとなくがなんでうまくいったのかが分かる、うん、そう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 。でじゃあそのポイント3つ、まあ、はい、ポイント3つっていう、まあ言ったらポイント腐るほどあるんだけど、まあ見てさせていただいて、なるほどいっぱいあっても覚えれねえしそうそうそう、あ、人間限度3つだ、まあそうですね、はいはいはい、まあ、それがね明確になるっていう話にいろいろつながるんだけど、うんうんうん、まあ要はさ、まあ、その前回ね、はい、メッセージがぼやっとしちゃう人とかは、まあ、とにかく見た方がいいって話したじゃん、はいはい、絶対この3つは明確になったらいいんだよ。あ、誰に何を、はい、なんで買ってんのか、はい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 、この3つ絶対明確になったらいいの。うーん、でもやっとしてる人もなんとなくはあるんだけれども、うん、明確になってないっていうのが現状だと思うね。で、まあ、たまたま俺のクライアントさんは全員さ、その対象業種っていうのがすごい明確な人が多かったの、はいはい、だから迷いようがない、誰に何を売ってるか、うん、でそれを何で買ってるのか、うん、でそこに関してはもう迷いようがないわけ、うん、ただ、まあ、なんとなくうまくいってる人、あるいはうまくいってない人っていうのに関しては、うんうんうん、これね、完全にぼやっとしてると。で、うんうん、例えばそれセールスレターでね、要はテンプレッション、特コースとかでさ、うん、もうレビューもらうくださいって言う、はい、来るわけじゃん、はいはい、これで俺ねネタ話になっちゃうんだけど、はいはいはい、俺ねこの質問に関して一回も困ったことないのよ。ほうほう、どういうことだ。つまりなんていうかな、その商品でそういう風に来た時に、うんうん、フィードバックできませんみたいな人やっぱいるわけ。あ、はい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 、こういう業種とか教えてる人の中では絶対いて、うん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 、でまあその人たちからしたら、例えばちょっと困るなっていう質問もやっぱね、長くやってたからあるわけ。例えばテンプレショートコースね、うん、1日目終わりましたと、うんうんうん、で大体みんな書けるじゃん、はいはいはい、書けるって言った時に手を挙げて書けなかったんですよって。多分普通に考えたらちょっとそこで言うなよなるじゃん、はいはい、でも、まあ、結果的にその人2日目に書けるようになったの。うん、でそれなんでかって言うと、俺は この3つをすごい明確にさせたの。ああ、誰に何を、うん、なぜ買ってるか、そうそうそう、はいはいはい、まあ、そういう簡単な例でいくと、うん、本編の話だな、その人はね確かねコンサルティングなの。
はい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 、コンサルティング、はいはいはい、出ましたみたいな、はい、まあ、俺からしたらもう売りづらい商品トップ3に入る、売りづらい商品来ましたよみたいな話なの、はい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 、で、まあ、コンサルティング何を売ってるんですかって言ったら、うん、社長ですって言われたら、うん、あ、社長さんに向けてコンサルティングを売ってると、はいはいはい、でもこの時点でもう、あ、終わったと思ったら、なるほどね、はい、これはもう書けない、決まってるみたいな、あ、はいはい、なんでかっていうと社長さんってすごいたくさんの人がいてるわけじゃ ん、 でそのたくさんの人がいてるわけなのにもう社長全員ですみたいな、あ、まあ、その年商によってもないのも全然違うでしょ、ね、違うでしょ、だから、あの、まあ、大体あのそれ誰に向かって言ってるんですか、うん、それは誰ですか、具体的に言うと、まあ、2、3回繰り返したら、はいはい、結構悩み解決するんだよ、あ、はい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 、だからあの社長さんですねと、うん、じゃあ社長さんで100億の会社でもいいんですかって言ったら、いやそれは無理ですって、うん、どれぐらいですかって言ったら、あの、まあ、イメージ年商3000万ぐらいが俺の記憶だけどね、はい、3000万以下ですみたいな、はい、でなんでその人はあの、で例えばね、じゃ来ました、僕は年商では3000万の社長ですと、はいはいはい、あの、あなた来ましたと、うん、どんなと相談されるんですかって言ったら、大体営業チームの教育の話なの、要は自分は売れてるんだけど他の人は売れないから目が当たんねえんだよみたいな、そういう話、はいはいはい、だからその人が売ってるものっていうのは、うん、要は営業チームの教育をするコンサルティングを売ってるわけ、はい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 、でこれあの誰に何を売ってるか明確になってきた、これだけでもまあまあいいと思うんだけど、はい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 、要は、まあ、その先の何で買ってるのかって話、うん、あの、まあ、詰まるところさ、はい、まあ、例えばその人コンサルティングが50万とするじゃん、うんうん、50万払って、いや結論何のために50万払うのか、うんうんうん、であの多分いわゆるそのアピールとか、まあ、訴求とかそういう話もあるんだけど、はい、いやその人たちが誰に何を売って結局その人は何のために金払うのかっていうところが分かると、すごい、はい、なんだろう、あのその売り方っていうかな、うんうん、のところがすごい、あの一つの道筋が見えるんだよ、あ、はははは、それだけでね、はい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 、まあ、そういった場合は、まあ、うん、まあ、社長はずっと働き続けるしかないから、うん、あのそれだったらもうちゃんと営業チームやらないと、うん、まあ、結局あの、まあ、よくあるじゃん、自分が倒れたら終わりとかさ、はい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 、あのそういうところを解決するために払うわけじゃん、うん、ね、うん、で、まあ、その誰に何を何で買ってるのかそれを明確にすると、うん、ってなると結構そのさ、例えば誰に明確にするだけでもさ、うん、例えば自分がどういう場所に行ったらお客さんに会えるのかって分かんじゃん、はい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 、そうですね、もしかしたら営業系の研修のねセミナーとか行ってたら、うんうんうん、その社長さんに見るわけじゃん、実際あのうちでもさ、セールスライターを勉強しに来ましたと、うん、そしたらセールスライターに仕事が舞い込むことってあるじゃん、はいはいはい、ありますね、ね、結構ありますね、はい、でもそれも一つの売り方なわけよ、うん、だからその売り方に対してあの、まあね、やっていくっていうこと、あの売り方を一つ見つけるためにその3つを明確にするっていうのはすごい大切なことなわけね、うんうん、はい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 、でじゃあさ、その突き刺さるメッセージどうやったら作れるのかっていうと、うん、まあ、まさにこの3つ徹底すればいいだけで、はい、対象となる人とか、うん、あのそういうものを見ていきましょうっていう話なんだよ、うん、でこれがなんであの俺の中ではすごいあの、まあ、深い気づきだったのかっていうね、はいはいはい、まさに今やってる新規事業の話につながって、ああなるほどなるほど、はいはいはい、いや新規事業だからさ、うん、何のため誰が買うのか分かんないんだよ、ああまあね、最初全然分かんないですよね、そうそうそう、はい、分かんないよ、うんうんうん、でまあ、なんとなく最初やってて、まあ、それは売り上げはあるんだよ、うん、あるんだけど、あの詰まるとこなんで買ってんだろうってのが見えなかった、うーん、はいはいはい、でいろんなお客さんにも話すし、うん、で話しててこうやってるんだけど、やっぱ自分がさこうやってるとさ見えないから、うん、見えなかったのね、あ、その現場で入って、現場で、現場入って、はい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 、で一回俺現場離れてるよ、はいはいはい、離れたっていうかその講師するっていうのちょっと集客側の方ちょっと頑張ろうとやってたのね、はいはいはい、ここ1、2ヶ月ぐらい、うんうん、でまあなんとなくよくなってきた、はい、だからちょっと落ち着いたから、先週か先々週ぐらい、うん、あの自分の説、自分のその、ね、スピーキングパイの説明に参加しに行ったら、はい、はい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 、はい、自分の売ってる商品を自分で受けに行くって、ね、そう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 あ、まあそうですね、あ、まあ、アーリーなんですか、アダプター、アダプターって言うんですかね、最初の、そうですね、確かに、でもやっぱそこから先ちょっとこう時間経つと、うん、やっぱいろんな人が来るわけね、うん、その前提が全然違うんだ、はい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 、やっぱそういう人たちからするとあんまりその興味を持たない感じ、うん、でそのプレゼントとか説明会とかね、そういうのがいい理由って、うん、やっぱそのお客さんの反応が見えることじゃん、うん、はいはい、そうですね、実際喋って受けたのか受けてないのかとか、うん、そうそうそう、うなずき度合いとかによって、あ、ここ刺さってるな刺さってないとか、うん、結構ありますよね、だからあの
まあ、なんか心電図みたいな感じ、はい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 、これは受けてない、うん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 、でも得点の的いったらこう跳ねるみたいな、で、まあ、そういうのが見えるじゃん、うんうん、でそれ見て見に行ってたの、そしたら、うん、なんかこう反応するのがすごいこうなんか違うなっていうのがすごい肌感覚が見えたの。反応するのが違うっていうのは、自分で思ってたことと、うん、そうだし、その喋ってる内容に対しての反応が薄い状態がすごく多かったの。はい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 、はい、だからそのなんかずれてるなっていうのを感じたのね、うん、でずれてるなって思った時に、まあ、今まで買った人のお客さんをずっと考えてみて、でプレゼンで導入してさ、うまくいった人もいるわけじゃん、うんうんうん、でそこは何かしら因果関係があるわけじゃん。そうですね、うまくいってる要素というかね、そうそう、はい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 、あるでしょ。何かが例えば導入してうまくいった人は、そこが欠けてたピースなわけじゃん、でそのピースがうまくはまってうまく成功しましたと、うんうん、そこの何が足りなかったのか、うんうん、本当何と何の間に足りなかったのかとか、あるいはその実際参加してるね、説明会参加してる人たちが反応を見て受けてないと、うん、受けてないけども買う人は何かのところで買ってるわけじゃん、はい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 、で見た時に、まあ結構コンサル系の人が俺結構会ってたからイメージしやすかったんだけど、ずっとねこうコンサル系の人の、ね、あの話を聞いてた時に、うん、まあ、先週の話でもちょっとそれは出てるんだけど、はいはいはい、やっぱ今の契約なくなったらどうしようとか、うん、やっぱなんか不安なわけよね、はいはいはい、売り上げが安定しないとか、うん、で、まあ、その結論、まあ、突き詰めたら何なのかって話でいくと、うん、まあ、昨日話したあれがないからなわけよ、はい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 、ね、うん、前回のあれがないから、あれがないから、そうそう、前回見てない方は見てくださいということです、ね、ということですあれそこが重要だなるほどね、あれがないわけですよ、はいはいはい、ね、でだったらそれがあるとどう変わるのかっていうのも結構分かりやすいじゃん、うん、いやこういうことをやってったら、まあ、契約がこういうふうにまあパンパンパンと取れていきますよと、はいはいはい、まあ、いやコンサルタントってさ、その、まあ、100とか10とかいらないじゃん、うんうん、5、6件じゃん、はい、でもやっぱその5、6件をさこう安定して取れるかどうかっていうのは、うん、それがあるかないかに限られるわけでしょ、はい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 、逆にないからこう今のクライアントさんの仕事はこなすけれども、うん、こういつ契約切られたらどうしようみたいな、うん、はいはいはい、っていう不安がずっとあるわけじゃん、うんうんうん、でまあ、じゃあ、まあ、プレゼンに対して言うと、そこの解決策になりますよと、うん、で言ったらその今の、ね、不安、紹介だけでも限界がある、うんうん、でもね、5ポイントで、ペルソナスを明確してコンサルタントで絞ってやったんだけど、はい、その人たちって、周りを勉強してるわけよ、はいはいはい、そうですね、いろんなもの勉強してるわけよ、セールスだとかって、でもそれでも不安なわけじゃん、うんうんうん、ここにすごい矛盾が。あるでしょ、うん、確かに。お客さんレベルで考えると、はいはい、お客さんの、その、はい、結構その、ね、現実的なことだと、うん、そうなるじゃん、うん、何かが足りてないと、はいはいはい、で、まあ、これはいろんな要因あるよ、もちろん、うんうん、例えば成立するのが怖くてそのセールス学んだけどできないとか、うん、そういうメンタルブロックもあるし、うん、はいはい、例えば、ね、ウェブマーケティングやろう、うん、でもウェブマーケティングってすごいさ、一コンサルタントがやるにしても、うん、まあ、講義ガンガンかけてやるって現実的じゃないじゃん、うんうんうん、あるいはそのツール使ってやるとかも、そのツールとかなんだとか、はいはいはい、そもそも、なんですか IP パスってみたいな、そういうレベル、はいはいはい、実際に難しいんだよ、うん、で結局、まあ、なんかこう消化不良になりつつ、うん、もやもやしてる、うん、だから結局その売上が不安定とか、うん、クライアントが契約が今の中だとどうしようっていう不安は常に残ってる、じゃあそのプレゼンはなんでそれでいいのかっていうと、はい、まあ、別にあんまそういうのいらないじゃん、まあまあね、うん、はいはいはい、一応ね、うんうん、で別になんかねセミナーっつったって別に、うん、俺はね個人的に、まあ、俺の今いろんなクライアントさんとか成果出てる人見るに、うん、2,3 人でもいいわけよ、はいはいはい、集客できる人ってことですね、そうそうそう、はいはい、でも集客がネックレス、いやでもねその30人いらないから、うんうん、2,3 人でもいいと、極端に1人でもいいと、うんうん、でその人たちに対して決まった内容をこうバーッと喋っていったらある程度の率で売れるわけじゃん、うん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 、でもそれが一つあるだけで、うん、要はなんていうかな、その言ったらその今後、まあ、2,3 年以降の契約って結構それで決まるわけじゃん、はい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 、そうですね、毎月やればいいし、うんうんうん、でしかもさ、そのセールスってことじゃないから、うんうん、コンテンツこう話しながらこう やるわけだから、うんうん、まあ、関係も構築できるじゃん、うんうん、で気に入った人買うわけじゃん、うんうんうん、だったらそれすごい実践しやすい、うんうん、俺のクライアントさんができたのも、うん、多分そこが大きいと思ってて、ウェブマーケティングってちょっとね、ちょっとハードル高かったらしいのよ、結論、うん、はいはい、でそれに対して、まあ、ある程度の人数を呼んで、うん、決まった内容を喋るだったらスタッフでもできたし、うん、自分でもできたし、うんうん、売れるし、うんうんうん、まあ良かったみたいな感じ、はいはい、だからそこの、はい、なんていうかな、あ、これさえやっとけばっていうのがある意味それでできちゃ
はいはい、だから良かった安心だと、うんうんうん、で、まあ言ったらさ、そのコンサルタントっていうワードでいくと、うん、はい、まあ、今の話が出てくるわけ、うん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 、でこれがね、あの俺にとってはすごい、まあ、あそうなんだと思ったんだけど、この話をさ、はい、別の人にしたのね、とある人に。あ、はい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 、そしたらそれ全員そうだよみたいな話だった。全員っていうのコンサルタントだけじゃなくて、コンサルタントだけじゃなくて、はい、その普通の B2B でビジネスした社長さんとか、あるいは、まあ、我々でパーソナルトレーナーとか、はい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 、はい、あるいはジムとか、うんうん、まあ、まあ、多分これ見られてる、まあ、全員がそんな感じだという話になったのよ、うんうんうん、まあ、ほとんどの人ってなんかそういうものないし、うんうん、あの売り上げ上げた方も知らないし、うんうんうん、あのなんとなくうまくいってるとか、はい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 、あるいはなんとなくうまくいってないみたいな、そうですね、なんとなくうまくいってるの反対、なんとなくうまくいってないっていうことね、はいはいはい、でこの人、そう、ああまあ確かにそうっすねみたいな、うんうん、で俺の場合はコンサルタントっていう人がそうイメージしやすかったからその話できたし、うんうん、そういうリサーチができたのね、はいはいはい、でも考えてみたら昔あの研修講師の人とかにヒアリングしたの、はい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 、あの人も同じことが同じだなって思ったのよ、へえ、研修講師はねちょっとあのまあ結構ねブラックなあの感じで、あ、なるほど、ちょっとブラックな感じなんですよはい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 、2日働いて、うん、あの結構いいねあのスキル持ってる人でも2日確か働いてて5万もらえてまあまあみたいな感じなんだよ、2日働いて5万でまあまあですね、まあ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 もちろんそこからさ引いてる部分もあるでしょうし、でも結構そういうのザラなんだって、うーん、でも考えてみたらその人たちも要はクライアント取れないわけじゃん、はいはいはい、契約取れないわけじゃん、うん、でもそれは、うん、そういうものはないわけじゃん、うんうんうん、って考えたらこれって確か広く一般的な話につながるでしょ、うん、実はコンサルタントっていうところをちょっと深く絞って俺は考えてたんだから、はいはいはい、まあ、売り上げっていう観点でもそうでしょうし、うん、ってことを考えた時に、うん、あの今年の6月に来日されたあのリッチェフレンの言葉を出しまして、はいはいはい、あのリッチェフレンってさあのそ確かね確かに潤いなんだけど、あの最も個人的なことが最も一般的なことであるってことを、うんうん、言ってますね、言ってるじゃん、言ってますね、これだみたいな、確かにあなるほどみたいな、要はあの、まあ、さっきさあのペルソナが決める何をっていうのが、うんうん、なぜかっていうのかを考えるっていう観点でいくとね、あの要はその一人のペルソナをこう深く絞ってみたとしても、実はそれが、うん、あのこう実はその一人に対して深く絞ったメッセージが広く一般的な人に届く、広く もっとその例えば一人に対して作った上にそれが1万人とか2万、10万人とかに届くメッセージに変わるわけ、うんうんうん、それがいわゆるその深あのお客さんに付け刺さるメッセージなわけで、でほとんどの人ってあんまそこまで考えないじゃん、なんとなく、まあ、ある程度具体的にするけどそこまで具体的にして考えないけども、うん、実は具体的に考えれば考えるほど、うん、そのメッセージなんて刺さるし、うん、広くその例えばこう出した時にあのすごい広まるメッセージに変わるわけ、うんっていうのに気づいて、あ、よかったなって思った、なるほど、今日この頃みたいな、なるほどなるほど、うん、じゃあまあ原点回帰じゃないですけど、いや原点回帰だよ完全な原点回帰ちゃんとリサーチしてやらんとあかんなっていうっていうだけとこっすね、うん、なるほど、ただそのやっぱりさ、その経営者さん社長さんって、うん、こうなるじゃん、はいはいはい、現場にこう入っていくと、ね、入っちゃうから、俺たまたま抜けたわけよ、一回集客をやるために、はいはいはい、でそこ一回落ち着いて、まあ、そこ落ち着くっていうか、そこの時もこう深く考えるっていうのは結構考えてたんだけど、うんうん、抜けて実際自分でこう売り方が起きた時に、うん、これなんか変だなっていうのをすごい気づいたの、あ、はい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 、でそこからこう思い返してみると、うん、あ、この人は多分こういうレール買ってんじゃないかと、うん、じゃあそのなんで買ってるのかっていうところがフィットしたら、これすごいいいメッセージになるって思ったね、うん、だからそれを見た時に、あ、これだなっていう、だからね、センスライティングよくあのリサーチしましょう、はい、メールしましょう、はい、よくザラにある話なんだけど、うんうん、ちゃんとそれをやるとすごくなりますよっていう話、うん、なるほどなるほど、まあリサーチ大事だよっていう話がこう最終的に戻ってくるというところですね、だからあのね、まあ、ボードの話に戻るけども、あんま大した話じゃなかったのかもしれないここまで持っといて持っといて結論リサーチリサーチしようみたいなおいみたいな、だから、はい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 、多分これ楽しくなったみたいな話なるほどなるほど、そう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 、あ、まあまあでもその考え方というか、まあ、誰に何を、うん、まあ、なぜ買ってるのかっていうのは、そうそうそう、まあいいポイントかなというのは
思うのと、実際にねこう書いてみようってなった時にもうそれが明確やったらもう一瞬で書けるじゃないですか。そう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 、この人っていうので書けて、逆にこう書けない時はそれがいないというか、うん、ぼんやりこう、こんな感じの人みたいな場合と、あーも言えるしこうも言えるみたいな、そう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 、で結局こう刺さらんみたいなのね、やっぱあるのはあると思うんで、確かにそれは、うん、まあ、今後こうライティングを制裁でやれる方も、うん、まあ、ライティングをするという方も、まあ、マーケティングをしていくという方ですか ね、 ね、まあ、全般的に誰に何をなぜ使ってるかと、この3つのポイントを押さえながらやっていただくと成果がすぐ出ると、うん、成果すぐ出ますね。大丈夫ですかそれって分かりません。もしかしたらカットしたあたり実はちょっと違うかもしれない。なるほどなるほど。たださ、あの新規事業もそうなんだけど、やっぱその全部仮説じゃん。そうですね、初期仮説で、そうそう、うんうんうん、この人に対して多分こういう、ね、感じで売って、うんうん、売れるだったらそれでいいんだけど、うんうんうん、やっぱそれが外れる時もあるわけ、うんうんうん、でもぼやっとしてるメッセージは仮説の検証しようがないから、うん、結局そのなんだろうな、うんうん、足あのハムスターさぐるぐるみたいなあるじゃん、はい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 、あれを回してる感じなんだよ。うーん、やっぱそれをちゃんとあの餌あるところまで行くためにはって考えたら、うん、あのちゃんとこう一つやっぱカリッと決めてっていろいろこう検証しておくと、うん、いいかなっていう感じ、うんうん、特にあのこういうまあね、あの事業を立ち上げていくっていう感じで言うと、うん、結構やっぱね通説じゃないけど、うんうんうん、やっぱいろんなその新規事業系の本を見る限りは、はい、そういうのをちゃんとしてる人が多いなって感じ。あ、正直な、はい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 、結局そこなんやなっていう感じですね。でも そこをね1個やるだけで、うん、だって言ったら売り上げが不安定とかそういった何て言うかな、あの、ね、結構頭悩ませるものに対しての解決策がさ、はい、あの道筋が見えるわけじゃん。うん、もうやらないといけないじゃん。まあ確かにそれだけやっときゃいいみたいな。そうそうそう、ね、それだけやったら、はい、あのあもしかしたらこういうことなんかもしれないなっていうのが見える、うんうんうん、で俺の場合はさそういうプレゼン作るっていうのはさ、うん、まあ、正直なんかそういうなんか不安定さが解消する、ね、うんうんうん、一つの武器だし、うんうん、いたらその武器さ、あのこの前びっくりしたけどさ、はいはい、ね、あの ある、ね、あのビジネスオーナーが、はい、あの週末働いて2000万稼い、うん、とか、はいはい、1日2日働いてその人の一月分の月収を稼いでとか、やっぱちょっとプレゼントそういうなんかちょっとエキサイティングな部分がある、そういうのがあるっていうのが分かって、でそこにちょっと反応するっていうのが分かったら、うんうん、まあ、それも一つなぜ買ってるのかって感じ、はい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 、そういうのを調べていったりとか、うん、見るっていうのはあのぜひぜひやってみてほしいなっていう。うーん、まあ、でもそのためによく金を払うわけだから、うんうんうん、まあ、でも5歳だったらね、やっぱそのかけることに対して払うわけじゃん。まあそうですね、まあ、全体はもちろんあるよ、全体はもちろんあるんだけど、うんうん、やっぱそこを自分の中で何なんだろうっていうふうに考え直すことが実は安心感につながるんだよって話。うん、確かに、まあ、安心安定か、はい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 、確かに確かに、でもその話でいくと多分その一回自分を俯瞰してみるみたいなのがやっぱ重要っていうかね、うん、そうそう、ずっとこう現場で働く時間もちろん大切やけど、うん、それをまあ俯瞰して自分のやってることを見直すみたいなのをすると、よりもう一回入った時にめっちゃ成果出るでっていう話ですね、うん、そうそうそう、まあ、そういうために、うん、あ、まあ、ちょっといろいろあるけども、いろんな人いるけども、はい、コンサルとか、うん、あのそういう外部の目を見れるのは俺すごいと思う、うん、あ、まあ確かに、まあ、そうですね、その代わりを雇うっていうね、うん、そうそう、あの新規事業だって思ったのはやっぱりあのそういうなんていうかな、こう一人のこう側っていう視点よりもいろんな視点があった方がすごい助かるなっていうのはそう思ったね。うん、はいはいはい、まあ、だから、まあ、別の話だけど、うん、あのそういうために外部を使うっていうのは俺は別に悪いことではないと。うん、まあ、コンサルってこう怪しいなって雰囲気もちろんあるからさ、うん、なんとなく納得いないんだけど、うん、やっぱこう、うん、特にこう個人事業主からしたらさ、やっぱその目の前の売り上げとかを上げるって結構必死になっちゃうから、うん、こう俯瞰するのが難しいんだよ、うん、そもそも、はい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 、そうですね。だそういうのに対して例えば信頼できる友人の人とかさ、うん、俺もこの話あの作るまでにあの夜9時だったけど、あの知り合いの経営者さん呼んで、はい、あのこういうことだと思うんですよ、どう思いますかっていうディスカッションしてもらったのが夜9時じゃない。へえ、飯おごったけど、はい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 、持ってねえな、終わりました。それはダメです。でもやっぱそういうのは必要だと思うんだよ。うん、だからそういうのはぜひあのやってみてほしいなって感じ。うん、なるほどなるほど。まあ、まとめると結局何になるんですかね。まとめるとペルソナ明確にして、はい、商品明確にして、はい、なぜ買ってるのかを明確にしましょう、うん、それがもう見つかれば
もう鉄板で鉄板で売れるパターンが見つかるってことですね。そうそうそう、レバレッジのハケもいくらでもあるし、うん、結局セールスライティングですね。じゃあそうなんですよ、そうなんですよ、オチは結局セールスライティングやっとけば何でもできるみたいなね。何でもね、まあ、結局なっちゃうとね。何でもできるはあんまり良くないと思うんですけど、何でもできちゃうっていうのはね、これ恐ろしいところで、うん、恐ろしいところで。そうですね、まあそこのためにまた学ぼうと思ったからね。まあまあまあ、そうですね、うん、なるほどなるほど。じゃあまあこれ見ていただいている方は、うん、一回まあ、現場に入りすぎたなと思われる方は一回まあ自分で俯瞰してみたりとかですね、そうそう、カウンサルの方にこう、まあ、相談してみたりとかして、一回こう客観的に自分を見るというか、うん、まあ、それしていただくと、まあ、よりビジネスが、まあ、良くなるというか、まあ、あの木こりの話みたいな感じですね。そうそうそう、あの、いや、なんですか、歯を飛ぶ刃を飛ぶか、うん、忘れましたけど、7つの習慣の、まあ、ずっとやってても会う時間がないんだよみたいなんじゃなくて、一回まあ研ぐ時間を取りましょうというところですね。はい、だからこれ聞いていただいた時に一回ちょっとこう俯瞰していただくとすごくいいんじゃないかなというのは今週のポッドキャストでしたということでよろしいですかね。はい、そういうことでございます。はい、ありがとうございます。じゃあ、まあ今週のポッドキャストは以上で、終了になります。来週は西野かどうかは分からないですけど、今週のポッドキャスト終わりですということで、はい、じゃあまた来週もお会いしましょう。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。